ホームアローンズ、うん、最初のねお仕事として、はいはい、やっぱり必要なもの何ですか？衣装。違います。違います。気持ち。違います。マイク。違います。衣装です。衣装かい、はい、ということで今日は衣装合わせでございます。よいしょ。よーい。もうあのね、一通りみんな来て写真撮って確認して終わったんですけど、衣装はだから見せません。まずホームアローンっていう有名な映画があって、それが毎年クリスマス僕たちが育ってる、育ってるというかちっちゃい頃から再放送とかでその映画を見てて、クリスマスといえばのイメージがあったんで、そのやっぱ映画のタイトルにあやかってホームアローン、ホームアローンズ、ホームアローンズですよね。ホームアローンズの方ですよね。そうです、そうです。はい、5人なんで僕たちはホームアローンズというタイトルにしました。こういう演出したんですよ。ホームアローンがコメディじゃないですか、もともと映画で冬のこう、なんで僕らはなんかこう一個程度の一番楽しい、多分ちょっと通ずるあれだと思うんで、いやね、透明ツアーようやくできたかと。まあ名古屋も今年入って精力的にこう一括させてもらって、東京をまあ中心に活動するんですけど、名古屋もね僕らの地元ってのもあってめちゃめちゃ大事にしてたんで、ようやくこう階段を上って場所を広げて仲間の力を借りてツアーをできるってことがね、すごい感慨深いなと思います。まあ、そうですね、このラテクラーレモンができるのであればクリスマスっぽい演出で、後ろのお客さんの楽しみもしてるのは、ホールでアカンピーセーラーアカンピーで意気込み、まあ、場所もホールで初めての場所ですし、今回はツアーということで同じタイトルで2カ所の会場でやるし、名古屋では MTJ を迎えてライブを作っていくので、いい意味で刺激し合えて来れてるので、もうそうですね、いいライブができるように頑張ります。笑うな、笑うな、しっかりしろ。はい、見どころ待ってました。見どころはまだちょっとそのセットというか、そのなんだっけ、なんだってステージとかのそういうのはまだ確実には決まってないんですけど、なんかそういうところももう皆さんが会場入りしたところから楽しんでもらえるような、そういうとこもなんか結構凝ってこだわってこだわっていけたらいいなと思ってます。普段お前のがやりたいことある？あると思うんですけど、今日ちょっとこう名前見て聞いて分かる通りに、こうパーティー感、こうわちゃわちゃ楽しむことのできるような、そんな感じ。I love you。 定番ね。よいしょ。いよいよ来週からノーネーム初のライブツアーホームアローンズのチケットの発売を開始いたします。詳しくはオフィシャルホームページの特設ページをご覧ください。